3月13日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。増山さん、帰ってきてくださって本当にありがとうございます。先週は内田アナウンサー、ね、ありがとうございます。アナウンス室長の実力というのを1週間ひしひしと感じましたよ。いやちょっとやめてくださいよ。別にあの比較して内田君がどうのこうのというつもりはございません、はい、頑張ってましたね、内田さんね。年の功というのはあるもんだろうな。年の功の褒められ方はどうかと思いますけど。本当にどんな1週間でした？基本ぬぼーっとしてましたけど、週末にちょっとだけあの北海道行きまして、週末にちょっとだけ北海道、はい、あれ私と被ってますね。私も先週末北海道に行ったんですけど、で志保さんね、はい、行かれてました、そうですか、はい、ということはあの月木の内田くんのラジオは、うん、あのアナウンス室長としてはやっぱ責任上聞かなきゃいけないでしょ。そうですね、あの後ほどあのリアルタイムでは聞かなかったんですか？リアルタイムはですね、何ですか、いろいろ花粉症がひどかったりですとか、ね、いや花粉症関係ないっしょ。あのぬぼーっとするあの、ね、役割だったんでちょっとね、まあ、確かにその時間に内田君のラジオを聞いてたらそこで2時間拘束されますからね。彼もでその2時間拘束された後後遺症みたいなものが出てですね、3時間ぐらい何も手につかないとか、そんなだったら自分で出てる方がよっぽどマシよとか、そういうことにはならないんだろうと思いますけれども、さ、月木アナウンス室長としてではなく、この番組の単なる出演者のレギュラーとして、内田君の月木登場会を、聞いた印象はいかがでしょう？辛坊さんがかなり頑張っていたなって。いや私はもう別にそんなに頑張ることもないんですけど、気を使っていただいて。でもあの、そうなんですよ、あのさ、本当にさ、はいはい、俺まあなんか不幸だなと思うな。実際お家に帰ってもですね、うちのかみさんにですね、内田君いじめすぎよとか言われるんだけど、いやいや俺別にいじめてるつもりは毛頭なくて、どんだけ気を使いながら分かってますよ、やってるのかっていうのがですね、伝わりましたよ。うちのかみさんこの業界にいたはずなのに、業界にいてその辺が分かってるはずなのに、うちのかみさんですらいじめすぎだとか言うわけだから、一般のリスナーさんがそう思われても不思議は何の不思議もないわけで、あんだけ気使って頑張ってだよ、それでなんかあの内田君いじめをしてるような言い方を取られ方をされるのは、もう侵害以外の何者でもないわけでね。本当に分かってらっしゃるんでね、大丈夫だと思います。分かってらっしゃる方がどこにいるんだ、どこにいる、世の中に3人ぐらいいらっしゃったら十分かなと思うんですけども、内田君も頑張ってました。もう間もなく4年目入りますからね。さすが4年目になったなと私はつくづく思いましたね、木曜日終わってからですね、ありがとうございましたっていうわけですよ、はいはい、ありがとうございましたって、いや別にあなたに私は何もしてませんけどと思ったんですが、ありがとうございまして4日間お世話になりましたと言いながらですよ、お湯を注ぐだけでできるコーヒーあるじゃないですか、今豆が引いてあってですね、豆をこうなんか袋、小さな袋に入ってて、それ上からお湯入れるだけでコーヒーになって、コーヒーになるやつを、なんと4袋もいただいてですね、あら4袋って言ったって1袋に10個入ってますとかじゃありませんよ、あの1袋に1つしか入ってないやつが4袋ですから、コーヒー4回分いただきました。あらまあそんな気が使える子になったのね、社会人4年目になってって。まあ、別にそれ ありがとうございます、大変嬉しいございましたと、こう申し上げるわけでございますが、まあ、はっきり言ってこういうぐらい自分で買うわ、いやそんなことは決して申し上げないのでございますけれども、いややっぱね、アナウンス室長の教育は大変だろうなと、まあね、いろんな方がいますからね、4年目か、そう4年目か、早いもんだから、早いもんですね、丸3年っていうことですよね。だからこのコロナ禍で入社してきたんで、私ね、内田君のね、リアルの顔っていうのをね、まだねちょっとおぼつかない部分もあるんですよね。入社してからほとんどマスク姿なので、そうなんです、だからね、今中学校とか高校かわいそうだと思いますよ、ね、だってこの中学校高校って、まあ、3年しかいないじゃないですか、はい、基本その3年間の間に入学してきた時にマスクして、そのまま3年間マスクしっぱなしと、大学生に至っては授業そのものがないですから、マスク以前に会ったことないっていう同級生が、
まあまあ大学の場合はまだ1年ぐらいはまあどっかでねタイミング測りながら会えるかもしれませんが、高校中学だと3年で卒業だから、だからクラスメートの顔をほとんど覚えずに卒業してしまって、後で何年か経った時、私なんか自慢じゃありませんが、もともと人の顔と名前を覚えるのは極めて不得手なタイプですから、ね、あのマスクしてなくたって覚えてないのに、マスクしてて3年間過ごした友達に10年後会ってこいつ誰っていう分かるかっていう時に、もう難問ですよねそれね。そうなんですよ。で、私のように一方的にこうやってテレビに出るような仕事を大学卒業して始めてしまったりなんかすると、向こうはまあ、比較的頻繁に記憶が更新されるので、はいはい、うん、向こうからすぐ分かるわけですよ。ところがね、うん、おー辛坊久しぶりだなとか言われても、誰こいつっていうのがだけど、誰こいつっていうのがほら、言えるか、言える相手と言えない相手とありますからね。単なるまあ同級生だったら、ごめん誰って言えばいいんで、それでもあんまりいい気分は向こうはしないと思いますよ。俺は覚えてるのに、いや君はずっとテレビ見てるから覚えてるかもしれないけど、こっちはさ、もともと人の顔と名前覚えられないタイプなのに、そんなこと言われたって覚えてねえよっていうのが、だからこの3年間青春時代を過ごしちゃった人は本当にかわいそうだなと、なんか救済措置を取りたいぐらいですよね。本当ですよね。もうあの中学校高校それぞれ3年間延長してですねそれはそれこれから3年ずつもう一遍やってもらうとか、まあ、楽しそうですけどね。それもそれ救済にならないですよ ね、 ならないですね。勘弁してくれ、ふざけんなって話だろうと思いますけれども、うん、はい、そんなことでございまして、結論です、はい。今の会話で分かったことを、増山アナウンス室長は内田君の顔を知らないそうです。いやいや、知らないとは言ってないですけれどもなかなかね、あのマスクを外して出てこられてもあんた誰状態になる。そうは言わないですけど、内田君アナウンス室長は顔覚えてないってよ。そんなことないですよ。印象がちょっとね、そんなこと聞くってどうする。そうですよ、違うかなと、マスクをしてる時とね、印象はね、印象だいぶ違うと思いますね。今日あたりですね、はい、一応あのマスク政府の見解でですね、個人の、まあ、いや個人の自由っていうかですね、個人が判断しろということに今日から切り替わったらしいですが、はい、その話をもうちょっと詳しくですね、今日はあの一応ニュース項目として5時台に入ってますが、はい、後ほど、まあ、ここで喋れと言われりゃいくらでも喋るネタはあるんでございますが、まあ、ちょっとそのあたりに、まあ、取っとくかなと、うん、オープニングであんまり喋りすぎて、第1コーナーのニュースの解説がおろそかになると大変各方面から怒られてしまいます。その上、あの月曜日はですね、いつもやってるあるニュースしゃべり残しという私のインターネットのチャンネルでやってる、はいはい、このニュースコーナーでしゃべり残したものを収録後にしゃべるというのが、構造上システム上月曜日ができないもんですから、月曜日はニュースの時間帯の中でニュースはしゃべりきると、だからね、まあ、いつもそうしていただきたいですけどね、あのこのいやなんか放送でしゃべらないで、ちょっとね、人が一生懸命オープニングしゃべってるのをただの無駄話のように言うのはやめていただけませんかね。大変なんですよこれだって。そうは思ってないですけどね、いうことなんで、わかりました。じゃあそのクレームを真っ先に今日は受け付けることにして、先に進みたいと思います、はい、どうぞ。では株と為替の値動きでございます。今日の東京株式市場、日経平均株価続落しました。先週の金曜日に比べて311円1銭安い 27,832 円96銭でした。アメリカのシリコンバレー銀行の経営破綻を受けまして、投資家のリスク回避姿勢が強まって、日本株も売りに押された形です。まあ、アメリカの銀行が潰れたっちゅうんでですね、はい、今日の日経平均はもう冒頭から結構大荒れ模様でだいぶ下がったんですが、その後アメリカがですね、いや今回はあの銀行潰れたけど、はい、預金は全額保護をするので預金者に迷惑かからないみたいなところをアメリカ政府がしっかり発表したんでね、はいはい、ちょっとずつなんか回復基調で、だ一番落ちた時は700円近く落ちてたんですが、まあ、終わり値で300円ちょっとぐらいまで、はい、戻したなっていう、そういう今日1日の値動きでありました。はい、そして為替相場は現在1ドル134円40銭付近で取引されています。これまたですね、さっきの話の影響で、はい、今日午前中は133円ぐらいと一気にあのドルが売られて円高になってたんですが、それもまあある意味落ち着いてきたという意味ですかね。まあ、先週末に比べればだいぶあの円高ではあるんですが、うん、今日午前中もっともっと円高だったんで、それに比べるとまあ円安の方向に戻ってきてるという、まあ、そういう流れです。はい、
さあズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日真面目にほらニュースの解説する気満々じゃないですか。まあ、なんとなくそんな感じ。褒めてほしいな。はいはい、はい、最近本当褒められることね。ああ今ね増山さんがね右手と左手をねぐりぐり何かをこねるような、これはえ分かってる人しか分かってないっていうか世の中の人の大半は分かってるのかもしれませんが、今もうあちこちのかっぱ橋ですか。かっぱ橋、東京はかっぱ橋じゃないですね。大阪はかっぱ橋というところに食器屋さんが並んでるんですよ、はいはい、東京でいうと どこですかね。かっぱ橋、東京は浅草橋、かっぱ橋、かっぱ橋、あ東京がかっぱ橋ですか、うん、大阪はじゃあナンバーの近くにですね、はい、やっぱりそういう東京も大阪も、商店街で食器重点的に扱ってるところ、まあ、食器とか重機とかって言われるものを扱ってるところがあるんですが、そこで、ペッパーグラインダーって言うんですか、胡椒をグリグリやってですね粉にするやつが今もう売り切れで大変らしいですよ。でその今様をですね目の前で、昔だったらすりこぎでゴリゴリごまをするようなポーズをするところがグラインダーで胡椒をする真似を、ね、これはWBC で、ヌートバーという選手がですねヒット打った後塁上でゴリゴリするという、そうそうそう、これどうしてゴリゴリするのかなと思ったらやっぱりねこういう風になんかゴリゴリするんですね。験担ぎというかなんていうか、ね、喜びを表すポーズとして胡椒をするという妙なもんが流行りますね、うん、これがもうこの WBC の野球の影響で今大ヒットしてるということで、はい、目の前の増山さんも番組冒頭から胡椒をゴリゴリしてらっしゃいますが一応やってみました、はいはい、ちなみに私のお家大阪ではなくて東京のお家にもグラインダーがあるのでございますが、はい、残念ながら胡椒をするやつじゃなくて岩塩をするやつなんですね。ソルトグラインダーでございまして、ソルトグラインダーも胡椒のグラインダーもポーズとしては一緒だと思うんですけども、ね、ね、だ私今大阪で大阪じゃない東京で料理をやるたんびに塩をゴリゴリしながらですね、はい、ヌートバーみたいな ね、やってるんです。一人やってるんだけど誰も突っ込んでくれない。ふっと見ますと誰もいない。あ、俺一人でやってるっていうなんかものすごく寂しい感じが、なんか虚しい感じがありますけれども、はい、ダメだ、こんなことを喋り出すと本当にキリがないわ。止まらないんで、まずはこの後はズームフラッシュをお送りして、そしてちょ、はい、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンの4時台では、なんと年間のテレビの出演が350本以上というコロナ禍でもメディアに引っ張りだこでしたスーパーアキダイの秋葉弘道社長にお話を伺います。で5時台は新型コロナ対策としてのマスクの着用、今日から個人の判断にというニュースにズームします。ラジオの前のあなたからのメッセージ、今週もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で番組のエンディングでね、今日もお送りしますズームオンミュージックリクエストですが、今日のリクエストのお題は1週間ぶりに復帰された増山さんに聴いてもらいたい曲。1週間ぶりに復帰した私に聴いてもらいたい曲を、じゃあ選曲の理由も書いて zoom@1242.com まで送ってください。お待ちしております。この後ズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカの連邦預金保険公社は10日、スタートアップ企業向けの融資で知られるシリコンバレー銀行が経営破綻したと発表しました。アメリカの銀行破綻としては史上2番目の規模となります。国交を断絶していたイランとサウジアラビアが10日、中国の仲介で外交関係を正常化させることに合意しました。中東ではアメリカが長年影響力を示してきましたが、今後中国の存在感が高まっていくとみられます。関連死を含む死者・行方不明者が 22,212人に上った東日本大震災から11日で12年を迎えました。フィリピンの入国管理局が11日、窃盗容疑で日本が指名手配した藤田海里容疑者と熊井ひとみ容疑者をマニラの潜伏先で逮捕したと発表しました。2人はルフィを名乗る指示役を含む犯罪グループでかけ子をしていたとみられます。
中国で重要政策を決める全人代は11日、共産党序列2位の李強氏を新しい首相に選出しました。新型コロナ対策としてのマスクの着用が今日から個人の判断に委ねられます。着用が当たり前となった日常生活に変化が起きそうです。ノーベル文学賞作家で平和や護憲の言論活動を展開したことでも知られる大江健三郎さんが3日未明、老衰のため亡くなりました。88歳でした。総務省の幹部は今日の参議院予算委員会で放送法に関する行政文書をめぐり、高市早苗経済安全保障担当大臣が存在を否定している2015年2月の担当局長による説明について、あった可能性が高いと考えられると述べました。野球の WBC 侍ジャパンは昨日オーストラリアに7対1で勝利し、全勝で1次リーグを1位突破しました。準々決勝は今週木曜日、対戦相手はイタリアです。なんか今言おうとしました。はいはいはい、どうぞ。日本戦は完全実況生中継でお送りします。日本放送 WBC の野球の試合、はい、完全生中継ということで、ね、うん、まあ、ラジオは日本放送なんですが、テレビがですね、 TBS テレビ朝日系か で、ね、中継された試合の視聴率が手元にありまして、初戦となった中国戦が関東 41.9%、 関西 35.8%、韓国戦が関東 44.4%、 関西 37.6%、 チェコ戦が関東 43.1%、 関西 38.6%、オーストラリア戦が関東 43.2%、 関西 39.2%、 いずれも関西の方が5ポイントぐらい低いな、ね、なんでなんだろう、なんででしょう。やっぱりね、反権力の、意識が関西は強いから、なんか国民全体で盛り上がるみたいなのに、なんだよ、何を言ってんだよ、阪神じゃ、掛布とか岡田とか出てねえんだろうとか、そういう多分人が結構いらっしゃるんではなかろうかと私は推測いたしますが、知りません。これが今回の視聴率がどのぐらい過去と比べてすごいかというとですね、だって今もうテレビ自体の視聴率がもう軒並み下がってて、昔はテレビの視聴率でもドラマなんかでも当たりは 20% 超えなんて結構あったのが、今まあ 10% 超えたらもういいヒットしてるよねっていう、そんな時代に過去と比べたらですね、WBC 歴代視聴率今までのトップは2006年のキューバ戦の決勝のキューバ戦っていうのがあって、この視聴率が 43.4% だったんですが、昨日は1次リーグで韓国戦で 44.4% でそれを抜きましてですね、で過去の WBC の歴代視聴率の1位から5位までのうち、その2006年のキューバというのが2位に入ってますが、あと全部今回の試合で、なんだかんだ言いながらテレビの視聴率が下がっている時代の中で、今回の WBC の盛り上がり方は尋常じゃないっていう。だって野球知らない増山さんがですよ、いきなり番組の中で胡椒を粉にするペッパーミルというやつですね、ペッパーグラインダーとかペッパーミルとかっていうポーズをするぐらいですから、うん、面白かった、よっぽどですね、面白かったですか、面白かった、聞いて見てます。だって知ってます、野球、野球って普通、ほら普通7人でやってですね、それに11人だったかな、で1試合に1回だけ監督がバッターボックスに立てるんですよ。そうなんですか、ちつまんねえな。そのくらいわかりますよ。そうですか もしやってちょっと思っちゃったじゃないですか。
そうですね、キワキワの線をボールを投げてもよかったんですが、それはちょっとあまりね、アナウンス室長に失礼だろうと、もしかしたら今日あたりは内田君が一生懸命聞いてるはずなんで、アナウンス室長であのレベルかとかいうふうに内田君に思わすのはよくないと思ってですね、大きく外れて、絶対これはボールだなという、はい、牽制球だなというような分かるボールを投げてみました。さあ、その話を続けていて時間がなくなってしまうと、また野球の話だけで終わったじゃねえかよとか言われてしまいますので、一つ前ですね、驚きましたね。大江健三郎さん、最近あんまり消息が伝えられなかったのは、そうですね、お体の状態がそんなに良くなかったのかしら、88歳老衰というふうに発表されておりますが、ノーベル文学賞の大江健三郎さんが、今月の3日未明に亡くなっていたということが分かりました。さあ、冒頭のニュースですね、このニュースフラッシュの中で一番トップのニュースは、アメリカの、シリコンバレー銀行というところが潰れたぞというのが、まあ、これ世界的なニュースになって、はい、それの影響で日本の株も今日いきなり下がったりなんかしたわけですが、こんだけでっかい銀行が、アメリカの銀行が潰れるのはですね、歴代一番でっかかった銀行はですね、リーマンブラザーズというやつで、これが潰れた時の、まあ、負債総額っていう、これまあちょっと銀行の場合はですね、なかなかこう言い方が難しいんですが、まあ、一般には負債総額みたいな言い方されてますけれども、はい、リーマンブラザーズ潰れた時の負債総額が65兆円ですからね。65兆円、今回はそのシリコンバレー銀行の総預金額で27兆円とかそんなんですから、だからまあ、いや、リーマンショックみたいなことには規模が全然違うんだけども、ね、だけどやっぱりシリコンバレー銀行って非常に注目されていたのは、ここはですね、アメリカの IT 関係のスタートアップで企業を起こすと、もうまずシリコンバレー銀行に口座作ろうねっていうのが合言葉になってる銀行で、いや、アメリカの最近の繁栄を象徴するような銀行なんで、ここが潰れたっていうのが結構大きなニュースになっております。なんで潰れちゃったかというとですね、最近の金利が上がって、金利が上がるといろんなところでお金借りてるところ困るよねっていうだけではなくてですね、はい、この番組では何回も紹介してますけど、何回も説明してますが、その国の金利がさ、上がるということは、その国のあれ、もうそろそろ終わるの、私の耳元には音楽が聞こえておりますが、あと、ね、30秒ぐらいなら、うっそーこの話あと30秒でまとめるのは無理だべさ。簡単に言うと、結果的にですね、シリコンバレー銀行自体はアメリカ政府は救済しなかったんだけども、でも預貯金に関しては全額保護するって発表したんで、はいはい、今のところそれほど大きな混乱が広がっていないという、結論だけお話し、真ん中すっ飛ばして結論だけお話ししました、はい、ズームフラッシュでした。3月13日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしています、ズームそこまで言うか。ご意見をご紹介していきます、はい、ありがとうございます。神奈川県横浜市の美咲さん、39歳女性の方ですね。増山さん、先週は内田君とても頑張っていましたよ、ね、ありがとうございます。でちっこい辛坊さんに食らいついて内田君らしさが出ていました。いや、そうじゃないんだって辛坊さん気を使ってくださったんですよ。うちの神さんすらそういう評価だからしょうがないよねで何よりも辛坊さん、増山さん、飯田さんにはないフレッシュさが非常に新鮮でした。まあ、それは、ね、言えるな、それはしょうがないな、もうね、乾杯ですよ、はい、それも私ヨレヨレですからもう私もね、はい、同じもう生きてるのがやっとですから、いやいや、それはで、私にも、一昨年入ってきた若い社員がいますが、若い人を未熟だと勝手に思い込んではいけませんね。彼らの魅力を引き出すのも先輩である私たちの仕事だなと考えさせられてしまいました、ね、そういう素晴らしい感想を持ってくださったということは、そう、それなりに何か役に立ったのではなかろうかと、そう思います。そうだ、自宅にもそうやって世のため人のためになれるんだということですねあれ、だんだん文脈が変わってきたぞ、だんだんね、まあいいや、ね、はい、それから豊島区の34歳の女性ですね、おさとちゃんさんは、へーへー、美容師をしていますが、基本的に今日からスタッフみんなマスクを外しています。ほうほう、お客様も個人の判断に委ねていますが、多くの方が施術中は外しています。正直マスクをしたままだとお顔に合わせた髪型にするのが難しかったので、これからお客様の顔がよく見えて嬉しいです。あ、ね、今日から皆さんね、いろんな業界悩みどころですが、ただね、私はマスクに関して言うとですね、はい、まあ、コロナに関してのマスクについてはですね、
それほど積極的な方ではなかったんですが、ただまあ今後これが騒動が収束してもですね、私の言ってる飲食店の従業員の皆さんにはマスクはしといてもらった方がしてほしいっていう、ね、そうなんです。あの客としてはですね、妙に気になったりなんかして、その私がよく行くカレー屋さん、大阪のカレー屋さんはですね、コロナの前からアクリルマスクをしてらしたんですよ。コロナの前からですよ。これがね、客としてはね、気持ち悪いんですよ、あれ。まあ、別にそこに何か飛んでるわけじゃないんだけど、なんか飛んだらあそこになんか嫌だなと思って、多少曇ったりね、頼むから、あの布のマスクかなんかしといてくんないかな。でコロナが明けて元のアクリルマスクに戻ったら嫌だなと思ってるんで、今あの普通のマスクなんで、そのまま普通のマスクをあそこのカレー屋さんやっといてくれたらいいのになとか思いながらすごい個人的な、はい、これ、当該の店の人が聞いてると分かると思いますけど、そうでないとまあ大阪の店だからいいか。一応この番組、あの位置づけとしては関東の皆さんに楽しんでいただく番組という、まあ、でもね、ポッドキャストとか YouTube とかいろんな形で聞かれてる方が多い番組ですからね。それはあの聞く方の自己責任で一つお願いします。一応今個人の希望を述べたという感じですね。さあ、まだまだラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエストのテーマは、1週間ぶりに復帰した私に聞いてもらいたい曲ということです。恐縮ですが、あの選んだ理由をね、選曲の理由を書いて zoom@1242.com まで送ってください。今日はね、あの5時35分までの放送ですから、5時28分頃にお送りすることになると思います。そうですか。ちょっとじゃ あの普段よりもちょっと長めの曲がかけられますので、はい、お寄せください。 Hey Jude とかね、多分あれ 全部かけると10分近くいくはずです。そんな長いんでしたっけ。10分は嘘か、でも結構長いはずです、はい。まあ、あのチャレンジしてください。お待ちしております。なんでヘイジュードなんだそう、理由がね、難しいですよね。さあ、この後なんですが、年間のテレビ出演350本以上というスーパーアキダイの秋葉博道社長にお話を伺います。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集する話題はこちらです。年間のテレビ出演350本以上、コロナ禍で引っ張りだこ、スーパーアキダイの名物社長はどんな人なのか。今日からマスクの着用が個人の判断となり、5月8日の5類移行に向けて日常生活が戻ってきそうですが、丸3年以上のコロナ禍でテレビで見ない日はなかったのが、練馬区や杉並区で店舗を構えるスーパーアキダイの秋葉博道社長です。今や日本一有名な社長さんと言っても過言ではないと思いますが、意外と知られていないその人となりはどんな方なのでしょうか。この時間はスーパーアキダイの秋葉社長とお電話がつながっています。社長、お忙しいところすいません。はい、どうも、ありがとうございます。はい、アキダイの代表の秋葉と申します。今どちらですか。あのお店の方の一応社長室の方に今来てますね。店内にいるとお客さんから声かけられてると思うんで結構あの放送的に結構かなりあのやりづらくなるなと思ったんで普通にこもりました。ありがとうございます、はい。店内あれですか、普段はあの店の店頭に立つこともあるんですか。いや、よく、まあ、基本お店に立ってますよね。でも、はい、こんだけテレビ出まくるとですね、店頭に立ってると、はい、もう一日中一緒に写真撮ってとか結構うるさいことになるじゃないですか。ね、うるさくはないですよ全然。あのただね、嬉しいですよね。なんかどちらかというとお母さんたちが来てくれるんですけど、一緒に写真撮ってもらえませんかって、息子さんとか娘さんと一緒に来て、母がファンなんでなんて言われちゃうとね、いやもう嬉しくてね、あの一緒に写真撮ってるっていうことはよく最近ありますよね。どうですか、そうやってテレビ出まくって、はい、売り上げに関係してんですか。いや、正直もともとそういう思いで出てたわけじゃないんで、ただ少なくともね、あとお客さんはそれで増えてくれたのかなって、例えば県外とか全然関係ないところでも、要はこっち来たらせっかくだから寄ってみようとかね、はいはい、まあ、来ていただければ多少お買い物してくれることもあり得るじゃないですか、だからそういう感じで若干やっぱり、若干はあるのかなと思いますけど、まあ、直
接的な、ね、影響ってのはそんなないかなと思いますけどね。ということは、まあ、はい、要するに地域の皆さんのためのスーパーだということですね、今でもね。まさにその通りですよ、はい、はい、はい。何がきっかけだったんですか、こうやってテレビ出まくるようになったのは。そうですね、まあ、すごくね、これ今1時間半ぐらいいただければ話が細かくできるんですけどいや、いいですよ、もう存分に喋ってください。一番最初の発端は何だったんですか。まあ、基本的にですね、まあ、なんとなく、もともとが多分目立ち上がり屋っていうことは多分あると思いますけど、ただ、いわゆる東日本の震災の頃が多分増えたきっかけなんですけど、もうその前から出てはいたんですけど、はあはあ、その時にやはり、状況を説明したりなんだりしてる中で、結構、やはりディレクターさんなんかかなり、ね、AD さんですか、かなり困って、どっか取材先ないかっていうところで、結構うちが受けてたのを見て、他の局も来てっていう形で、その AD さんがディレクターに出世したりとかして、プロデューサーになったりとかいう形で、なんかもう十何年そういうことやってるんで、はい、やっぱりみんな、どん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 その紹介でってくるんですよね。いや、わかるわ、はい、取材する側からすればですね、スーパーっていう、するに大手資本の大規模店のチェーン店が多いじゃないですか。そうですね、でやっぱりそういうところって誰に話聞いたらいいのって、お店の人でもサラリーマンだったりするとよく分かってなかったりなんかするけれども、秋葉さんはまさにオーナーで、商品の流通に関しても全部知ってる立場ですよね。そうですね、まあ、仕入れもやってます、店頭にも立ってます、経営もしてるんで、まあ、いろんな側面が、まあ、あるってことですね。まあ、だからトータルに分かっていて、なおかつ喋れる人となると、もういや数か限られてくるという現象なんだと思いますが、ちなみにそのスーパーアキダイって、私関西で近所にないんですが、どこにあるんですか。練馬区とか杉並区、この辺が中心ですよね。何店舗ですか。今スーパーアキダイとしては4店舗で、それ以外に青果店が2店舗とか、ええ、居酒屋とかね、手作りパン屋とかいろいろやってますね。お、すごいですね。年商いくらぐらいなんですか。今電気が39億とか。すげえ、社長社長改めてね、いや、これ儲かってればすごいですね。あんま儲かってないからね。いや、あれですか、もうむっちゃ儲かっちゃって、ヨットでも買っちゃおうかとか、そんな感じですか。全然、いや、もしヨット買ったとしたら、ヨットにたどり着かないですよね。ずっと仕事ばっかりしてるんで、ヨットまで忙しいから。忙しい、そんなに忙しいんだ。忙しいって言います。楽しいですね、毎日、はい、その要するにスーパーを手掛けるきっかけになったっていうか、生まれた時からスーパーで働いてるわけじゃないだろうし、2代目でもないだろうし、はい、どういう経緯なんですか。まあ、そうですね、まずね、高校生の時アルバイトで、はい、八百屋さんで、もう本当に露天商みたいなところで働いてたんですよ。ほう。それで、まあ、アルバイトやってたんで、それから、まあ一部上場の会社に入ったんですけど、やっぱりね、1年間やったけど、なんか物足りないっていうか、自分の中で、はい、やはりなんか自分らしさをもっともっと出したいっていう思いがあったんですね。それで、やはりこの人と人との触れ合う、直接この商売がやっぱりやりたいと思って、はいはい、またこの業界に戻ったっていうのが現状ですかね。一番そこからそれで、自分で今やってるうちに、自分でこういうふうにやってみたい、こういうふうにやってみたいっていう、なんか、妄想が膨らんでお店を始めた。なるほど。一番最初の店ってどんなお店だったか覚えてます。いや、覚えてますよ。もう今この実はね、電話する関町、練馬区関町っていうところに本店があるんですけど、はい、そこの、今のパン屋をやってる場所なんですけど、うちのね、はいはいはい、そこで始めたんですよ。本当30坪のお店で、本当生活店のみでやってたんですよね、はあ、ほとんど、はい、それはまあ23歳でですね、いや、31年前ちょうど、はい、あれ割とその順調に軌道には乗ったんですか。いや、とんでもないですよ。最初も本当ね、自分が始めた時はもう本当に夢とか希望とか、もういいことばっかり頭の中に描いてたんですけど、はいはい、まあ、現実をオープンして1時間半とかね、一人もお客さん来ないとか、あら、まあ、もう不安というより絶望というかね、まあ、やめるにはどうしたらいいかっていうね。ああ、本当自分がもうね、でもかといって初めて辞めたいとかいう言葉を発するっていうのは、やはりね、まあ、助けてくれた人たちに失礼じゃないですか。はい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 。だから自分の中でもやっぱり苦しみましたね。本当に逃げたいし、もう本当目の前がバス通ってるんですよ。バスで見られるのが恥ずかしくて、あそこもうすぐ潰れるわよって噂が流れるんじゃないかみたいな、ね、あら、まあ、まあ、でもただね、うん、本当辞めないで来れたっていうのは、
執着心を持ちすぎないで、もう自分の中でもうこんな好きなことがこんな嫌いになりかけてるから、1年間って決めようって、1年後にやめようと思って、はい、だから1年間もうね死に物狂いでやろうと思って、ひたすらね、もう大きい声出したりとかね、バスに向かってね、大根10円10円ってやってね、一生懸命バス追いかけたりとかね、そういう風にし始めたらだん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 この、お客さんが増えてきて1年後にやめることを忘れてました。はいやでもそれ成果店となると要するに扱ってる商品が保存が効かないから、はい、売れ残ったらもうそれどうするんですか、捨てるしかなかったわけですか、初めの頃は。いやだから必死でしたよ毎日。ですから本当まあ、売れないっていうかもうそれ毎日売らなきゃいけないし、どん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 腐敗していくものっていうのを見てると精神的におかしくなっちゃうんですよね、はいはい、だからただ本当自分の中でも例えば大根10円で売ってえらい赤字になるけど、もうそんなこと言ってられないとまず何かお客さんに喜んでもらえるんですよ、ひたすら自分が安く買ったつもりになって、もう赤字でもいいかなと思って売ってましたよね。なるほどね。軌道に乗り始めたのは何年後ぐらいからですか。いや何年っていうか実はねこれは早かったんですよ。その3月にオープン、31年前の3月にオープンして、はいはい、でゴールデンウィーク明けぐらいには要は、ぼちぼちお客さんが来てくれるようになったんですね。ほうほう。まあでもその最初のやっぱり1ヶ月ぐらいがもう正念場でしたよ。なるほどね。あの時にやっぱり人生こう朝3時半に起きて夜12時過ぎまで働いてるような感じだったんで、もう自分もこれしかもそれで忙しくなくてお客さん来ないで、なんかもうだん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 もう嫌になってたところに、もう1年間だけだからもうと思って、はい、気持ちが本当に吹っ切れて、ひたすらね、没頭できたのが良かったんだろうな。なるほどね。やっぱりそうやってひたすら没頭してるとお客さんもついてくるんですね。まず本当ね口コミでお客さんが増えてったみたいなんですよ。ええ、なんすか、口コミでどういう口コミだったんですかね。社長が面白いっていうのか、売ってるものが新鮮で安いっていうのか、どんな感じなんですか。多分ねそういう意味では面白いかどうかとして一生懸命の若いお兄ちゃんっていう感じだったんですよね。はあ、若いお兄さんが一生懸命頑張ってるかなっていう、まあ、母親みたいな方が多いじゃないですか、おばあちゃんとか、はい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 、お世話さんでね、それでやはりじゃあ話して自分こんな思いで頑張ってるんですって商売の志みたいなのを話をすると、じゃあ今度お友達連れてきてあげるねって形でお友達を連れてきてくれる、はあ、そのお友達がまたお友達連れてきてっていうような、そんなような形ですよね。なるほど。さて、今もう毎日テレビ出てるような状況ですが、どんな種類の話題、どんな話題の取材が多いんですか。いやもう今日はもう実はマスクのね、はい、マスク今日からほら、まあ、今日はマスク一色でしょうね、それはね。そういうのが多いですよね。結局それ以外にも本当にいろいろなことはいっぱいありますよ。ただ今日はもうそれで4つですか取材。はあ、はあ、もう今日4つですか。これしかし1本の取材で5000円ずつ取っても結構な金になりますねこれ。それもらえるもんですかね。知らないですけど今まで請求したことないからかもらってないですよね。あ、何百回も出てもタダですか。今日はタダです。ただタダっていう言い方もいいんですけど、むしろねこれを兄ちゃん甘いとかさ聞かれるじゃないですかお客さんに、はい、あといつ頃安くなるのとか聞かれたりとかいろいろそういう話をするのが基本的なテレビ局のを相手にそういう話をしてるんで、まあそれを聞かれたからってお金くださいっていうのをお客さんにも言わないわけですから、はいはい、言われれば人に道を聞かれてね道案内してお金を取る人はいないので、ね、そしたらそういう発想なんだ。それこそ拘束されてテレビ局に行くとかそういう時には交通費なんかはくれるところもあります。まあ拘束されてテレビ局に行くとなるとそれ自体がもう仕事ですからね。それは多分違うです。その時にいわゆる交通費みたいな形でいただけることもありますけど、請求したことはいかもない。なるほどね。むしろくれないノーギャラでいいんですよねって言われて、あ、一点も交通費も何も自分のパスもとかに言ってるんですけど一点ももらえない時もあります。交通費みたいなね、請求してもいいか。テレビ局もだいぶ世知辛くなりましたからね。いやまあそうだいぶ厳しいんだろうなとか察しましたね。まあその商品の値段でいうと私今一番知りたいのはですね、私の行ってるよく近所のスーパーで、はい、卵の値段がとんでもないことになってて、値段がとんでもないことになってるだけじゃなくて商品がないんですけどどうなってんですか。いや卵はこれ歴史的に高いですよ。あと
やはりあとね、約1ヶ月ぐらいですかね、鳥インフルエンザということの蔓延がまだ懸念される時期があるんですよ。はいはいはい。ですから、この間はまだまだ、どう変化というか分かんないですけども、まあ、基本的にね、大体1パックあたり、大体250円ちょっとですよね。10個入りでね。10個入りで、まあ、あと高いのは270円ぐらいのもあるし、はいはい、安い。ただね、これね、うちは特売日で毎週日曜日とか、ここの本店に関してましては、1パック88円とかで売ってるんですよ。それも完全に赤字ですね。これもうオープン以来ずっとやってるんで、もうそれをもう今告知してないのにお客さん来ていただいてるんで、だから告知してないで来てるってことは、やめるっていう手がないんですよ。なるほどね。だから並んで期待してるお客さんの顔を見たら、やらざるを得ないなっていう状況でやってるんで。でもそれだと売れば売るほど大赤字ですね。もうだからもう200パックとか限定でやってますよね。200パックだって1パックで200円赤字出たら、2が4万円ぐらいの赤字になっちゃいますね、それね。もうこれはもう本当お祭りだな、お祭りで毎週毎週イベント料として払ってると思います。ああ、なるほど、ね。仕方ないなと思ってます。ただ問題なのね、その卵自体が今度入荷が、じゃあその赤字でもいいからって集めようとしても揃わないことがありますってことはもう言われてるんですよ。ああ、赤字でも売れないと。どうなんですか、ね、今いや、まあ4軒スーパーやってらっしゃるっておっしゃいましたけど、はい、いや、まあ全国展開の大規模の大手スーパーに比べるや、まあ、いわゆる資本的には零細じゃないですか。でやっぱり、ね、仕入れするときに、まあ、大手スーパーの全国チェーンでやってるようなところはやっぱり仕入れの規模が違うだろうと思うんですけど、そういうところと、はい、なんか対抗しながらスーパーを個人経営してするってすげえ大変だろうと思うんですが、どうなってるんですか。はい、そうですね、やはりね、大手には大手のいいところもあると思うんですよ。ええ、でただ私たちこういう本当に町の小売店っていうのはお客さんとの距離が近いんですよね。はいはい、すごくね、なんかあったかいっていうか、ええ、まあ、その大手に行くと、まあ、どっちかっていうと商品を見てただ陳列しても買うっていうようなものですけど、人から買うっていうようなイメージですね。はい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 。だからその商品を、もうだからこれ買ったわよとか、ね、こんなに買ったわよっていうお客さんがね言ってくれるんですよ。ありがとねみたいな感じで、なるほどなるほど、あとこれ何が美味しいのみたいな、そういう会話が常にあるようなですよ、ね。ちなみに、まあ、お客さんの顔が見えるからこそ自分の自信のあるものを売りたいっていう思いが高まりますよね。さあ、その自信があるものでいうと、はい、今日なんか特にどんなものを今進めてらっしゃいます。はい、まあ、今ね、実はねすごくお安いものがいっぱいです。今物価高で散々今卵をなんか高いとか、あといろいろ食料品なんかも何千品目値上げなんて話、はいはいはい、いっぱい多いじゃないですか。そうですね、やはりどっちかというとやっぱそれ聞いてると主婦の方って憂鬱な気持ちになると思うんですけど、実はね探してみると安いものがいっぱいあるんですよ。っていうのは今ここ最近非常に気温が上がってきましたよね。まあ、平均 の気温から見ても去年なんかよりもだいぶ暖かいと思うんですよ。はい、でやはりですね、例えば、まあ、そうですね、葉物野菜ですね、はいはい、ほうれん草とか、まあ、小松菜、そういう葉物野菜全般的にだいぶお安いです。あとね、ブロッコリーなんかも一時的にやはりねちょっと値段が高くなったかなと思ったんですけど、はいはい、もうだいぶ下がってきて、実は物が抜群にいいです今ね。はい、まあ、よく見てもらうポイントとしてはこれね、なかなかテレビじゃないから説明が難しいんですけど、ブロッコリーの芯ってあるじゃないですか。ありますあります、はい、あれがね太いのがいいですね。太いのがそしてね、太いだけじゃなく裏を見てもらって切り口がね綺麗なこと、要は穴が開いてなかったりとかね、まあ、そういうものがとても美味しいです。とにかくブロッコリーは今めっちゃうまいです。なるほどね、私ね、その野菜で言うとですね、ほうれん草の赤い根っこあるじゃないですか、はいはいはい、私ねほうれん草の赤い根っこが好きなんですけど、最近どんどんなんかほうれん草の赤い根っこ小さくなってるような気がするんですが、ね、実はそれはねご存じ仰せの通りなんです。まさに夏場のほうれん草って赤くないイメージありますよね。基本的にね、夏の種類と冬の種類とほうれん草違うんですよ。そうなんですか。今は、まあ、冬から春にかけてのほうれん草ってまだ赤いほうれん草があるんで、はいはい、お尻のね、はい、で基本ね外で作って甘みがあるっていうのは、ね、やっぱ霜が降りたりとか、そういうものが赤くなりやすいですよね。はで軸も太くなりやすくて、はいはい、ただやはりね今見た目を重視するものが多くなっちゃってるんで、やっぱり露地栽培じゃなくやっぱトンネル栽培って
って、いわゆる外で霜を降りないように、はい、雨風を避けられるように、ビニールハウスみたいなトンネルみたいなところで作ってるものも結構多いんで、そういうものがちょっとだんだん赤いものが薄くなってきてるのがありますね。なるほど。さて、社長って言っていいのかな、はい、社長っていうよりなんか八百屋のおっちゃんみたいなイメージなんですけど、秋葉さんどうですか、はい、今この経営してて一番の悩みなんですか。そうですね、物がバンバン上がってるじゃないですか、はい、でお客さんの収入っていうのは基本的にそんな変わってないわけですよね、で本当いろいろな問題があるんですけど、結局価格転嫁っていうのがしきれないんですよ、あまり。はいはい、これだけの品目が複数回上がると、この間値上げしたばっかりにまた上げるのは申し訳ないなと、でしかもやはりこれだけ、ね、長年支えてくれて、ね、応援してくれたお客さん、もうまさにファンみたいなお客さんなんで、はいはいはい、そういう人たちをやはりね、そういうお客様たちに今この苦しい状況の中で、ね、値段を上がったら上げます上がったら上げますということが今なかなかしづらい状況ですよね、だから価格への関心度が高まっている時期なんで、やはりお店側としてもなるべくこらえる、そうすると売上はあるんだけど利益率っていうのは非常に下がっているという、わかります、そこに行って国の方はいわゆる賃金を上げましょうという意味じゃないですか、はいはいはい、結局私経営者からしたら、売上上がってるけど収益が変わらない、でしかも運営費も上がってるんですよね、はいはい、電気代とかガス代とかそういうものも全然上がってるのに、結局収益上がらないのにお給料上げなきゃいけないよと、これ当然お客様にお給料上げるっていうことに関して、従業員にスタッフにお給料上げたいっていう気持ちはもうめちゃめちゃ持ってるんだけど、やはりねそこっていうのはもう本当ね、で上げるけど赤字になっちゃって、ね、経営が成り立たなくなっちゃうのもこれも全然ありがたい話じゃないんでね。いやもう、ね、よくわかります。その辺は本当ね頭痛める、日本中の気持ちはもう家族と同じようにスタッフのこと思ってるんで、あんまお給料上げたいと思いますよ、ね、いやそうですね、はい、日本中の経営者が抱えてる同じ悩みだろうと思います、なかなか後ろで電話もかかってきたようですから、そろそろ社長業に戻っていただいて、お忙しいね、お時間に忙しいのにすいませんでした、ありがとうございます。どういたしまして、どうもありがとうございました、ご活躍ください、ありがとうございます、はい、失礼いたします。スーパーアキダイの秋葉弘道社長でした。3月13日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題はですね、1週間ぶりに復帰した増山さんに聞いてもらいたい曲ということで、ありがとうございます。まずは千葉県東金市の千葉のチューリップさん、61歳女性の方、リクエスト曲は AKB 会いたかったです。内田アナウンサーは初々しくも一生懸命な様子で、それはそれとして楽しかったのですが、やはり安定安心の増山アナウンサーに会いたかったです。待ってましたよ、さやかさんって、なんかこれ自画自賛してる嫌なやつみたいな。別に増山さんの関係者が送ってくださったメールではないですね。ではないですけどね。お知り合いでもないですね。全然違いますね、はい。ありがとうございます。でもそう思ってらっしゃる方は多いと思います。別に内田君が悪いわけじゃなくて、増山さんに会いたい。それぞれありますからね、特徴が。続いて大阪府の淀屋橋大江橋さんですね、51歳男性の方は、松田聖子さんの夏の扉お願いします。1週間休まれたのでフレッシュフレッシュフレッシュしたことかと思います。フレッシュフレッシュフレッシュね、そう、この番組の最初のニュースコーナーがフラッシュって言うんですけど ね、 そうですね、打ち合わせをするたびにこのフラッシュフラッシュフラッシュって言って私毎日品種を買うことになっております。はい、よく言いますよね、辛坊さんね。それから66歳男性、神奈川県横浜市の影丸さん、1週間ぶりに復帰した増山アナに聞いてもらいたい曲は帰ってきたウルトラマン炭治郎。帰ってきたぞ帰ってきたぞってやつですね、はい、はい、心強い存在の増山さんといただきました、ありがとうございます。続いて、新潟県の田舎っぺ隊長さん、54歳男性ですね、1週間増山さんが留守で、辛坊さんは増山さんに話をしたくて聞いてほしくて仕方ないんだと思います。そんなことないです、はい、ないんだと思います。なのでクレイジーケンバンドのタイガー&ドラゴンリクエストします。タイガー&ドラゴン、俺の話を聞けね、
そして長野県のピースケさん60歳男性ですね、辛坊さん増山さん戻ってきて今日は会長ですね。やはり昭和41年生まれの方が近くにいないと辛坊さんは生きていけないのではないでしょうか。なんでやねん、この方は昭和41年生まれ日の絵馬、ね、はい、奥様も日の絵馬っていうのをねご存知。ああ私の奥様ですか。そう、増山さんと大阪の奥様にも私、ね、本当にねその私の周りにいる女性でね昭和41年生まれ多いんですよ。あらまあ、はい、私最初に増山さんと番組っていうのを聞いた瞬間に、はい、うん、えまたかお家に帰ってるようなどこにいても母じゃねえわ。いやいや、それでね、はい、ぜひね大阪の奥様にも聞いていただきたい歌が昭和41年のヒット曲で骨まで愛して上達。あれ昭和41年のヒット曲なんですか。そうなんだ。昭和41年のヒット曲は昭和41年生まれの人は知らないでしょう。知らないけど、はい、まあ、この曲はねもちろん上達也さん。タクヤさんね。ジェットストリームは違う人。達也さんね。あ、達也さん。同じような渋い声ですけどね。あ、はい。それから新州人さんからはですね、へへ、リクエストはサムスミスのマネーオンマイマイ、マスヤマさん、ね、マスヤマさんって聞こえるような、ね、マスヤマさん、はい、わ、はい、かりました。いやいや皆さん本当にいろいろありがとうございます、どうもありがとうございます。マスヤマさんどうしましょう。いやこれは辛坊さんに決めて、私が決めるんですか、そうですね、好きなものでわかりました、はい、洋楽行こうか。おう、サムスミス、マネオンマイマインド。じゃあ久しぶりにね、松山さん、そう、はい、松山さんって言ってるの確認してください。それそれ、はい、ありがとうございます。さあまだまだ番組への、ね、ご意見はこちらまでお寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。マスクの着用、今日から個人の判断に。5月8日の5類引き下げを前に、今日から新型コロナ対策としてのマスクの着用が個人の判断に委ねられます。しかし医療機関や混雑した電車では今後もマスクの着用が推奨されており、場面に応じた対応が必要になりそうです。定点観測、私この日本放送に仕事に来る途中の築地あたりや、はい、あるいは銀座4丁目界隈、今日ご報告を一つしますと、私もすでにツイッターに上げましたが、銀座4丁目には三越という百貨店がありまして、この三越という百貨店の前にはあのライオンさんというのが昔からいますが、はい、あのライオンさんはこのコロナの期間中ずっと大きなマスクをしていたんでありますが、ね、今日前を通りかかったら三越のライオンのマスクが取り外されておりまして、そこを歩いていたカップルが、はい、あ、マスクしてないって言いながらちょうど私の目の前を歩いていきました。そのカップルはマスクはしてらっしゃいました、ここを歩いてくる途中でマスクしていない人がどのくらいいらっしゃるか、かつてこの報告はしたことがありますよね、はい、今日私が確認したのは6人マスクをしていなくて、そのうちの半数3人はジョギング中でした。それ以外にあの外国人の人はほとんどしてませんね、築地界隈の、明らか外国人の人はマスクをしてらっしゃいませんが、まあ外国人だかどうだかわからないっていうケースもありますんで、6人というのはここ最近私がカウントした中では一番多かったですが、それでも全体のまあ、1割はとてもいかないですね、数パーセントですね、はい、つまり今日から何かが劇的に変わったという感覚はゼロでありました。私もゼロでしたね。いや、なんでそうなるかというと理由は単純で、うん、多くの国の場合マスク着用は本当に義務なんですよ、うん、しないと罰則だったり、捕まったりするわけです、うん、ところが日本ではいや今の原稿で言うとマスクの着用今日から個人の判断にっていう原稿じゃないですか。じゃあ昨日までどうだったんだっていうと、日本でも日本でのマスクは
そもそも昨日までがお願いベースですから、これが昨日まで罰則等を伴う義務だった場合は、今日から義務ではなくなりましたっていうと、はあ、今日から義務じゃなくなったんだって言ってマスクを外す人が続出するかもしれませんが、そもそも昨日まで義務じゃなかったわけだから、昨日まで義務じゃなかったのが今日から義務じゃなくなりましたって言った時、いや昨日までも義務じゃねえしっていう、うん、今日は今日から個人の判断になりましたって言われても、いや昨日までも個人の判断でしょ別に、うんうん、だからと今まで別にあの強制されてつけてたっていう感覚を持ってる人が少ないので、はい、今日から個人の判断ですって言われても、いや別に昨日まで俺別に自分の判断でつけてたわけだし、うん、今日から個人の判断って言われたって何も変わらないわけで、なんで つけてたかというと、私なんかつけてた理由は明らかですから、ね、ただ一つですから、一つ、ええ、はっきり言ってつけてないと周りの目線が気になるっていうのと、電車の中でつけてないとですね、白い目で見られると嫌だなと、トラブルの原因になると嫌だなと思うから、そういう考え、はい、そういう考えですよ。で確かにマスクがですね、感染予防の効果があるかどうかというと、うつらない効果はほとんどないと思いますね。ただしうつさない効果はそれなりにあるんだと思います、うんうん、その人が持ってるウイルスその他がゲホンゲホンとかクシャンクシャンとか言った時にダイレクトに出るのと、ワンクッションあるのとではそれはやっぱり物理的にだいぶ違うだろうと、うんうんうん、で今年やっぱりあの去年の年末で私申し上げたことがあるんですが、インフルエンザの大流行がかなり懸念されると、はい、ただし、人類史上初めて国民全員ほぼ 100% がマスクをつけてる状態で、インフルエンザがどのぐらいの感染率になるかということが、マスクにどのぐらいの感染予防効果があるかというのを、まあ、証明する一つの大きなきっかけになるだろうと、こういうふうに申し上げて、うん、まあ、いや間もなくワンシーズン終わろうとしてるんですが、そこそこ学校なんかではあのインフルエンザは感染してですね、学級閉鎖なんかは相次いだんですが、社会全体を見回した時にそれほどひどい大流行っていう感覚がないんですよ、ただあのだからみんながマスクをしてる状況で、でもそれなりに感染が広がってるわけだから完全に感染を止める力はないんだけど、ただ懸念されてたほどの大流行ではなかったということを見ると、やっぱり全員国民全員がマスクをしているということの感染予防効果はそこそこあったんじゃないのという感覚を私は持っております、うんうんうん、うつらないっていうためにはほとんど役立たないと思いますが、うつさないという意味では何回も言ってますが、私が行きつけのカレー屋はですね頼むからマスクしといてくれと、うん、特にあのなんかやたら喋るロバタ屋の親父とかいるじゃないですか店の人でちょっと気になってたりしますね、頼むからさ、あのさ、もうとにかくマスクしといてくれよって思う人たちが、うんうん、今日からマスクは外していいんだと思ってロバタ屋に行ってマスクを親父が外してると、頼むからさ、あの料理サーブする側は提供する側は頼むからずっとマスクしといてって作ってる私なんか思うタイプでございますが、だから今までそういうマスクしてなかった人が、ね、あのコロナ騒動以前にマスクしていなかったけれども、客の側からすると頼むからマスクしといてくれっていうそういう人たちもいるわけで、そういう人たちにはずっとマスクはあの永遠に着用しといてほしいなとこう思うわけでありますが、何回も言いますけど、昨日まで日本は別に諸外国と違って多くの国は義務だったんですよ、多くの国は本当に義務だから、はい、してないと罰則の対象になりますし、社会的にも犯罪者扱いですけど、日本の場合は昨日までもいや政府はお願いベースだったわけですから、別にそれが今日から何が変わったんだって言われてもそれは変わんないですよ。なんでも日本人って真面目ですよね。お願いベースでそこまでこう守っててね、お願いベースでここまで守る国ってのはやっぱ国民性なんだと思いますね、私ね本当に国民性だなと思うのは、はい、信号待ちするじゃないですか、どこの国でもですね、車が全く通っていないところの歩行者用の信号が赤でもほとんどの国の人は堂々と渡りますよ、車が来てなきゃね。だけど日本って車が全くいないところの交差点で歩行者用の信号が赤の場合、守る人の方が多いです。そうだってやっぱり、ね、この光景はね世界どこ行っても見ないっすね。 あの車が全く通っていない時の歩行者用の赤信号を守ってじーっと車の通っていないところで待ってるのを見ると日本人は真面目だなでもね、これ試されてる感じしますもん、人気のないとこで赤信号で車がないとき、誰も私を試してるのか、誰も、そうそう、分かる分かる、誰もいないと、他に待ってる人がいりゃこの人の目線が気になるけれども、自分一人しかいない、そうなの、車も通ってないと、目の前の信号が歩行者の信号が赤だとさあ守るかどうするかね、
天が見てるそうね、だからね天国行けるな私ってずっと思うんですよね、天国いいですね、信号赤信号を守るだけで天国行けるなと思えるのは見られなくても守ってるもん、幸せですそうですかね、そういう意味では日本人はみんな幸せなのかもしれないですね、みんなそこであ天国に行けると思うんだ、そうそうそう、いや交通ルールですからね、これね、ということで私が思うに、日本人がコロナを外し始めるのは、まずこの春先の花粉症のシーズンが終わらないと、そうね、花粉症のシーズンが終わってなおかつ家に相当買い溜めているストック品のマスクが最後の一箱ぐらいになってきた時にもうそろそろいいかと思うんだけど、ちょっとじゃ先になりそうですね、大量にもうコロナあのマスクもストックされてるから、うん、こんなに置いといてもしょうがねえな、だからストック品のマスクが最後の一箱になって花粉症のシーズンが終わるまで、はい、みんなマスクは外しません。そうするとあの社会的な同調圧力強いですから、周りが外してないのに自分だけ外そうという人はよっぽど自己主張のしっかりした人ですが、私なんか基本的に人の顔色を伺って今まで生きてきましたから、そうですか、私も当分家のマスクがある限りは、はい、私の顔色も伺って欲しいものでございますが、もうアクリル板とかも定着したしさ、これはねいいじゃんこれでこのままで、なんか隣に変なあの親父が来てさ、なんかもうつばん飛ばしながら喋ってんのも今まですごい気になってたんだな俺、もうこのアクリル板の習慣は続けよう、うん、これはいいと思います、はいはい、マスクは個人の判断です。以上ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネーム新州人さん、ゼック東京さん、中1秒けが3本さん、633、4名の皆さん、4人の皆さん、4人の皆さんからのリクエスト、サム・スミス、マニー・オン・マイ・マインド。不思議ですね、あのマネーオンマイマインドだと分かっていて聞いていても増山さんに聞こえるという、はい、どうやって聞いても増山さんにしか聞こえないんだけど歌詞的にはマネーお金ですね、はい、マネーオンマイマインドっていう曲のタイトルなんですが、不思議だなこれは。空耳にしては、空耳ってあの歌詞カード見たら、はいはい、あこういう歌詞なんだって分かって、うん、一遍分かるとそういう風に聞こえるもんですけど ね、 ですけどね、これは歌詞が分かっててもやっぱり空耳が続くという強烈な空耳ソングでございますが、なかなか不思議な曲ですけれども、いうことでございましてね、はい、今日はあの月曜日ですんで、いつもより5分延長してもうちょっと長い曲かと思ったらそんなに長くもなかったとこう余ってしまった時間をどうするか、いや話はいくらでも何でも喋れるんですよ、ね、今日はニュースね、あの何度も申し上げておりますが、私の YouTube 辛抱の旅で の、 あの、うん、ニュース喋り残しというのが、ね、今日は月曜日でないもんですから、今日喋り残していることたくさんありましてね、例えばですね、うん、はい、高市早苗さんがあの熱、はい、この文書が熱、その文書が熱造だったらもう大臣どころか国会議員まで辞めるって啖呵切ったやつが、はい、なんかねまるで総務省が、うん、総務省がというか、まあ、総務省は自民党じゃないんですけれども、うん、まあ、現政権に仕える立場ですよね、はいはいはい、今の官僚の人たちが、ところが現政権に仕える官僚の皆さんが、うん、どうも後ろから鉄砲撃ってんじゃねえのという構図になってまして、ものすごいスピードで総務省が、いやあの文章は本物ですみたいな、ね、本物ですというふうに認めて、はいはい、でそれから、いやあの大体あの文書に書いたら、あの大臣レク自体がそんなもんが、あの全くそんなもんなかったんだみたいな、あったかどうか記憶にもねえしみたいな話したら、今日になって、いやあのレクは何月何日にありました、はい、みたいな、ね、そういうことをこう総務省が率先して言うと、はいはい、なんか、まあ、あのよく言われる表現で言うところの後ろから鉄砲を撃つという目に、今後どうなっちゃうんですかね、だから現政権の中でというか今の官僚の組織の中で、はい、高市さん、あるいは高市さんを追い落とすことによって何かの波及効果を得たいと思っている人たちがいるんだろうな、じゃあどんな波及効果を得たいと思っているのかというところはなかなかね、公的電波にそぐわないので、私の YouTube をご覧いただくとって、そこへ誘導するのか、そういうネタ方が失礼だろうっていうね、本当ですよ、はい、いやそんなことありませんよ、あの基本的に誠心誠意お伝えしております、お聞きの皆さんのためにね、辛坊さんはね日々ね、はい、で今週の動きですけれども、はい、今週あのガーシー参議院議員の、はい、新たな懲罰案というのが審議始まってですね、おそらくもう水曜日週の半ばには、うん、今度は除名ということに
一発除名、一発除名というか二発目だったら二発目除名っていうのかな、はい、いうことになると、あの繰り上げ当選なんですが、これあのテレビ局がね、マスコミが繰り上げ当選を発表するときに、はい、あの政治家女子48党のっていうかどうかがね、いや言うんじゃないですか、それはまあ公の名前だからね、うん、言うことになるわけで、言わざるを得ないんでしょうけども、そう、うん、それ絶対放送では使えないようなものを政党名にしたらどうするんだろうね、放送局の扱いとしては。それはよくどうするんですかね、いちいちピーピー入れるんですかね。いやピーピー入れたらわけわかんなくなるでしょう。確かに、そんなね今週はあのいろいろありますけれども、志望さんまた聞いててください。なんていうかね、うん、ま、あの政治とかあの政治家職とかいうものをこれだけ持て、あ、もう時間がないですか、どうぞ。そうなんですよ、はい、あのこの後は小島奈津子さんのお帰りなさいお送りいたしました。明日の、ね、6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんです。でズームは明日のゲスト、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。1ヶ月前にお出になったんですけれども、ね、なんで明日須田慎一郎さんかというと、1ヶ月前にチョコレートをもらった須田さんがホワイトデーのお返しに、お気遣いなく、いやいや。ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。